はいどうも、みやびです。じゃあ、ホタルの日記また続きやっていきましょう。前回ですね、みよちゃんがなんかどっかの排気ダクトかなんかに突っ込んだらそのまま気を失ってしまいまして、そのままここまで連れてきたんですけれども、2匹のホタルがなんかこのままだとやべえぞっていうところに放り込まれて、どうにかこうにかしようっていう感じです。はい、以上です。まずこういうことか。電気ダメってことはまず、いやー、違うのか。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。うわ、マジか。影じゃなくて、こっちのホタルがイライラ棒か。いや、こんなイライラ棒させてくんの？よいしょ。なんかできる？影は何もできそうにないですね。ってことも完全にこっちが急ぐしかないですね。ある程度クリック先をするとそっちの方向に誘導されるので、それもうまいこと合わせつつ、いやー、この辺やばい。なんで炎の電流イライラ棒をここでさせられなあかんのかな。こんなルーツ取り完全に覚えてススっていってしまうとやばいやつや。いやー、しかもなんか電気きたで。うわー、バチ言うた。はい、急いで。これ死ぬんじゃね。ああ、なるほどね。いやー、これを、ああ違うかった。こっちからいけないやつ、下からやった。じゃあ次、下からべったりいきましょう。よいしょ。じゃあくっついていって、ここを、よいしょい。なんで今まで無茶な行動してたのにここでいきなり。生きてた。でも生きた心地がしない。よいしょ。しかもこれマウス操作やからさ。うわー、行き止まり。そう、バチ言うた。マウスをさ、置き直したりするのがさ、めちゃくちゃ怖いのよね。ホラーじゃないよね、この怖さ、完全にもう。でもどうすんの？こっちこうでしょ？こうでしょ？で、ここまでは、よいしょ。こうか、こっちか。よいしょ。こう。で、こうの。よいしょ。こう。なんかこれ本当にもう炎の電流ぐらいだもん。100万円欲しいな。よし、完全にそこインスパイアされてるでしょ、こんな。危ない。ていうか、マウスをそろそろちょっと置き直したい。よいしょ。よし。また結構余裕はありそうですかね。何かできる？あ、戻ってきた。なんかできる。あ、これか。このスイッチですね。ってことは、こっから降りて、このスイッチを、あった。よし。よし、シャットダウン。
これでもうこの子は大丈夫な感じなのかな。いやもうだって炎を出して噛むような動作してるでしょ。だんだんこれ、当たるとダメなのね。なんて起きんの。ダクトが臭かったんか。さっき進んでもうたで。そろそろ起きてくれるよね。起きるよね。え、また落ちた。また掘り出された。いやもうさすがに死ぬで。そんな顔面から止めちゃって言ったら、あー起きた、生きてた。おおおお、え、今さらアラート？うわあ。いやー、これは物体があるからもっとやばいやつ。あの、かけの魔物よりちょっとやばいやつ。まずスイッチ踏みましょう。ダイナマイト。おお。あー、よし。じゃあ離す。よし。離れましょう。そういったけ賭けでなんかできひん？あ、賭けちゃできないのね。やるしかないのね。はい。離して。ああ、なるほど。ダメじゃん。まあなんとなくわかりましたよ。まず踏みます。で、思いっきりこれを押します。この辺でいいかな。よし。で、ここに隠れます。で、ダメじゃん。こうします。マジかよ。え、ダイナマイトが頭に当たったら死ぬの。いや、まあそりゃ死ぬか。どんぐらいの高さが落ちてきてるかもしれないしな。よし、じゃあ思いっきり、押してやります。離れろー。危ぶんな。よし、離れてー。マジか、鉄パイプ落ちてきても死ぬの。これ、背景とかにしてくれへんかな。よし、押します。よし。で、これをしっかりと近くに持ってきます。で、下に下ろして、で、隠れる。よし、そういうことかな。これを繰り返すわけですね。危ない。まあ、え、うーわ、マジで運ゲーやん。割と運ゲーでもあるやん。あー、死んじゃった。しっかりと近くまで持っていきましょう。あ、やばい。離れろ。燃えるぞ。燃えたー。だから、こう。あー、危ねえ。危ねえとかじゃなかった。運要素やねんって、上から降ってくるもんの。よいしょ。この辺に。よいしょ。隠れましょう。さあ、あとは、噛みつきで来てくれたら勝ちやねん。あ、来た。買ったんちゃう、これ。あ、まだありますかね。あ、終わった。臭い。終わり。あ、
嘘やん。何今の。はい、やっとここまで来ました。隠れる。これでいいんかな。え、違うの？何度目か分かりませんがトライです。いやー、もうマジで何回やり直したか。いやいやいや、難易度高すぎるでしょ。この辺、あー、近い、あー、間に合ったー。もうね、だいたい炎とか水木の時の、動く範囲が分かってきましたね。この辺ぐらいに持っていければ OK です。炎だったらもうちょっと広め、この辺からちょっと移動してみましょう。あ、もうちょっといるな。炎よりか射程が短いんで、ここで、上から何か撃ってくるときは、撃ってくる位置になんかあのつぶてみたいなのが見えるんで、それを目印にしたらかわすことは一応できます。よいしょ。で、本能やからここで一旦止まりましょう。で、あ、やばい、離れろ、巻き込まれる。あー、セーフ。で、よし。で、影ボタン、絶対だって影でなんかするでしょ。絶対影なんかするでしょ。なんかあのミサイル発射する瞬間とかなんかできひん？なんかできひんかな。よし。あ、やっぱりな。怪しいと思ってたんすよ。あー、やっとクリアしたー。いやー、長かったー。いやー、もうマジで答えを見るか、こういうあのアクションパズルゲームにあるまじき答えを見るかどうかで一瞬めっちゃ悩みましたけどね。はあ、なんとかクリアできた。いやー、チャプター2クリアしました。じゃあこのストーリームービーだけ見たら今回終わりにしましょうね。なんかエレベーターで上がっていきました。あ、おー、下から出てきましたね。で、ダクトに入っていったと。ってことはせせこましいのがステージ3みたいな感じですかね。うわ、風が吹いてるよ。結構いろいろできるんじゃないかな。あ、まあ先進まれへんか、そんなに。まあいいや。じゃあここの攻略からは、次回に回しましょう。で、メニューを押してステージを選ぶとね、チャプター選べます。で、やっぱね、多分ボスがないのでステージ2で取れてませんね。で、チャプター2に関してはどれも取れてない形になりますので、まあ、これもいつかね、まとめて回収する回作りたいなと思ってます。では今回はここまででいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。マジ疲れた。